それでも毎回平井さんの顔を見ながらマイクの付け方を思い出せますよ。なんか嬉しい。なんか嬉しい。よかった。はい、ということで。はい。ここから。ここから本番。キヨティがちゃんと今回は来たということで、ね。はい、そうっすよ、もう、うん。言われてましたよ、始まるとき。何がいいな。謝罪会見からじゃないのかって。ないないない、そんなもん。なんでやねん、自分。何をですか。なんで帰ってこられへんかったん。終電なかったから。だから調べとけや、終電。終電調べときや。行き3時間40分だったんですよ。富山やろ。はい。だからこっちから大阪出て、もしくは京都。京都。からサンダーバード。何で行ったん？富山。新幹線と特急。はい、やんな。はい。白鷺。白鷹。白鷹？乗ったことないわ。こうやつ。こうやって。いいこう。え、白鷹ってこうやって言ってんのみんな。何なにこれ。はいはいはい。全然動いてない白鷹。それ何。白鷹。やいやいやい。に乗って行ってたわけですよ。3時間40分行きがね。はい。で帰りまあ。大体11時とか、まあ、終電で帰ればいいかな思って。なるほどね、はい、そしたらもう6時台には終電なかったんですよ。え、富山？富山。うそ。そうそう、マジで6時 ?6 時台ですよ、終点が。そう、9時ぐらいに 乗ったらええかな思ってたら。いやいや、9時ぐらいにはないわ。いや、9時ぐらいだと行きの3時間の数ピコ間に合わないじゃないですか。遅れて入ったらええからみたいな、いやいやどうもみたいな、今日はちょっと近所じゃないけどもみたいな、遠いとこから来たよみたいな。まあでも新幹線の最終が9時やからね。新幹線通ってない、はい、ないっすよ富山。知ってるよ。あ、知ってます。うん。そう、いやだから新幹線がさ、いや俺さ、この20年間どんだけ行ってる思てんの。行ってないけんないから。行ってないけんないけん。ないけん。ないけん。広島で言うと行ってないけんないけん、もうすごいビュン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 行ってるからさ、分かるわけよある程度で。今度多分2015年からその北陸の新幹線が長野県の方にってつながって、また勢いよっていう話やんか。そっちの話題になってるじゃないですか。2時間何分で行けるみたいな。そう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 、ね、それ便利なわけですよ。金沢なんてめちゃくちゃいいところですよ。うん、そこですよ。9時に乗りゃ間に合うかっておかしいでしょ。まあ9時ぐらいかなとぼんやり。それは大阪を9時に出ないと絶対間に合わへんからね、はい、11時半ぐらいに着くから、うん、いやピンと今にこの人ダメだ。いや大阪と富山とそんな距離違わんでしょ。いやだから大阪から富山あの何距離は何で測ってんの。分度器とかで感覚はおかいな。何言ってんねんな。全然ちゃうやん。全然ちゃう、ね、北陸日本海側から瀬戸内海の方に行くねんで一回。へえ、嘘。嘘やろ。いやマジ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 。上からドン降りてきて大阪京都にね、はい、でそっから新幹線で東京やん。今もう西の方行ったんちゃうんそれ。アホかお前、カメラに向かってそうやってんじゃないかい。鏡技なんかないわ。鏡技使いますね。違うやん、みんなに分かるように言うて、なんで逆やろ。あれかな。だから来てますよ、キヨピさんは本当今いる方々に謝罪してくだちゃいって。ちゃいごめんちゃい。これで、あとあれすごい今コメントでずっと流れてきたのは、うん、料理人が悪い、視聴者が悪い、素材はいいっていう。おー、素材キトキトやからな。キトキト覚えた。キトキト何何え。キトキト前回ね、クマ食べた言うてたやんか、はい、昼間に売ったんですよクマ。知ってる前回ね。前回のお話で、まあ、富山に行って帰ってこなかったんですね。で昼間何したかって言ったら、富山で売って取ったクマが熊が取れたと、野生のね、はい、
それを食べたと、はい、でそれの皮とかがあるから写真で送ってくれって言ったら、なんかよう分からへんね、そのクマを、クマの毛皮かな、毛皮よ毛皮をこうかぶってんねんけどさ、ただの黒いパーカーにしか見えへんねん。なるほど。ほんで自分がな、電話つないだわけですよ。電話つないだ向こうでゲラ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 笑うて、受け取るやろ受け取るやろって言うねんけども、見てるねこの、まあ視聴者の皆さん、リスナーの皆さんですよ、どれだけスーンってなってたか。なるほど。なるほど。おもろおもんない、おもろおもんない以前の問題で伝わってないんやで。それはやっぱりね、料理人が悪い。厨房が悪い、厨房が悪いってないの。厨房やで、あれ厨房、厨房あっちやん、厨房タイミングがあんねん、こう出すタイミングが。いやいやいや、怖いわ。干したらもうみんなうまいうまい、こんなうまいうまいあれんがな、ほんまに。混ざってたんちゃいますの、なんかが。なんやろ、滑ってるよよ。いやいやいや、そ来てましたね、人ですか。なるほどね。引くわー言ってるわ。いや、めっちゃはもう熊三昧で。何食べたの？熊の、はい、もう鍋から、うん、鍋トロトロって何？トロが出るんですよ。トロ、熊の白いトロが何個。ああなるほど、油が乗ってるね、はい、鍋2回来たの。2回鍋食べたん？鍋出て、あとおじやね、最後、はい、うん、鍋としなったら最後おじやね。そう、熊鍋のおじや。これで何より勉強になったのが、いや途中でね、鹿が出たんです、鹿、はい、おう、レバー、鹿のレバー、はい、おう、で、熊の胆嚢のことなんていうか知ってます？熊の胆嚢、なんやろな、熊胆、熊胆。かわいい、かわいい。プーさんみたい。熊胆、どこがプーさんやねん。熊胆とプーさん全然ちゃうやん。熊の胃らしいんですよ。熊の胃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 って、うん、こんな薬みたいなのに入ってて、お、こんな大きさよ。29,800円とか、5万なんぼとかって書いてあるんですよ。精力剤みたいなこと？いや、なんかもうよう知らんけど、はい、もうこれ食べたら何でも治るみたいな。薬や。薬みたいな。でもそこの料理屋さんで薬って言ったらもう薬事法に引っかかるから、はい、まあモニョモニョ言いながら言ってましたけど、モニョモニョ言いながらって。あとその味噌、お、はい、もうドロドロのお酒、ドブロック、はい、どこが面白いね。お酒言ったら引っかかるから、お、もう味噌を言うて出てましたけど、あ、そういうことね。もうそういう状態で、もう本当にこの先っぽぐらいの熊の胃を乾燥してあるんですよ、うん、もう食べたら何やろな、せいろがんの20倍みたいな、うん、みたいになる味が。味が、おう、苦いと、うん、はい、でそれを食べて、うん、なんかがんの人が2年持つみたいな。どういうこと？ことになってましたよ。キヨピさ、急に喋るの下手になった、ね、そう、やっぱ同じこと思いましたよ。いやいや、味のなんて伝えたいか分からんやん、味。いやでも味の前にいろいろありましたよ。だっていろんなもん食べたっつって、鍋、何したっけ、それもあの頃、鍋。それももうここでこんなのやのに向こうカクカクっていう。もうどんだけ伝わらん。何も伝わらん。ここのリアルタイムのライブでこんだけ伝わってないのに。はい、こっちカクカクなんで YouTube ライブの方でご覧ください。窓の向こう書くか、あ、こんなコメント出るんや、はい、YouTube ライブの方もコメント出てて、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。チェックできればこっちもチェックしたいと思うんですけど、ちょっと遅れ気味になるかもしれません。うん、どう、ラグ大変？さっきよりは、あ、さっきよりはと思ったら止まりましたね、今。ああ、もうしゃあないんでしょ、今日。そうですね、うん、スマホはいい感じみたいです。スマホで、あ、ほんま、スマホはいいんや。まあ、スマホで見ていただいたりね、はい、見れない人は見れなかったりしますけども、さあ、うん、はい、ゲームやりましょう。ゲームやりましょう。そうですね、うん、ゲームやりますか。うん、そう、富山から見ててもスマホやったらダイレクトでというかすぐ電話かけてきたから
今噛んでるとこ寒いんかな、痛い何を言う、何を言うてんねんな。でどないしたん、お前風呂入ってきたんだ。そうそう、違う違う、俺もね今日、はい、薬ちゃんぽんしてん。は今日もう鼻水すごくて、はい、薬飲んで時間の方もだから、はい、うまく薬に別の薬飲んだら昼からもドローン何全然動けんなって。何がおもろいね。もうデロンデロンデロン、なんやんな、もう気が弱いなと思って鼻水止めの薬を2個か3個か飲んだらもうデロン。今日一日潰れた。もう寝んなや、もう昼間寝るからそんなおかしなことになるやろ。デロデロやったからもう動かんな動かんな言うて、もうほんまにもういい加減にしてくださいよ。もうあかんよ、もう本当にみんな知ってるよ。知ってますよ。知ってた、知ってたわ、もうみんな。デロデロやったからな、ほんまに。なんで俺らまで前歯抜かなあかんやろ。全員前歯抜いてこいってなかった。マジですか。あ、前歯全部抜いてこいか。ああ、清美さんの。俺がな。風邪ひいたらポカリスやで。でもだで、ほんまに。風邪の時はポカリスやで。優しい。お、優しい。うん、もう。早めのポカリス。聞いたよね。聞いてない、聞いてない。ちょっと待って、ちょっと待って。何これ。ポカリス。辛いやん。飲んだもん。嘘。うん、一本あったやん。もう飲んでたの。それをそんなんいっぱい飲むからそんなんなるんちゃう。いやもうデロデロやったからもう。ポカリスはちょっとずつ飲まなあかんねん。いっぺんに飲んだら。ええー、の。ええの。いやポカリス、ポカリス率は高くなってますよ。さあゲームしようか。はい。しましょう。もう最近ゲーム全然してないから。あ、してるわ。しましたよ。前回結構ゲームしましたもん。ね、お前、はい、しましたしました。これはどっちのあれ？これ PS3 です。なるほどね。はい。うん、これをつなげばいいの？あれこれ入ってないのか？なんかものすごいチカ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 。なるほどね。おい。おい。あれ？どうしたん？丸。ちょっと今ペアリングできてないかもしれない。あ、来たよ、3つ。え、来てるよ。来ました。うん、来てる来てる。え？よいしょ。よいしょ。で、いいっすよね、これのまま。これどうやって先進むんだろう。先に進むやり方が分かんないですけど、全プレイヤー完了後丸を押すと先に、あ、僕のペアリングは切れた。刺せばいいんじゃない。切れてないよ。いや今突き直しましたよ。で、お、来た来た、バトル。うん、さあ今日は何をやるのかなっていう感じですけどね。そうですね。あ、もう早かったですね。ボンバー